今伊勢店、岡崎厚生店、松坂屋岡崎店の跡地に建てられた。株式会社青木スーパーは、愛知県内にスーパーマーケットを店舗展開する小売業の株式会社である。以前は本店を愛知県名古屋市中村区に、本部を愛知県津島市に置いていたが、2010年6月に大鳥居ビルを取り壊し、2011年8月に新社屋が完成させ、 中村店とともに本部を移転した。中村店は本店の位置づけにあたる。なお、株式会社青木が運営する静岡県東部伊豆地区を地盤とするフードストア青木及び株式会社薬の青木ホールディングス参加の株式会社ナルックスが運営するスーパーの青木との関連はない。堅実なローコスト経営が特徴で郊外に昨今できている大型ショッピングセンターとは、 対照的に校内型と言える。1円でも安く売るためにクレジットカード決済は導入せず支払いは現金のみである。テンポロボはかつては標炭のものを使用していたが、現在はアルファベットの A をロゴ化したものを使用している。2011年3月11日の東日本大震災の復興支援として、 翌日12日には1000万円を中日事業団を通じて寄付したことを発表した。詳細は公式サイト、店舗、チラシを参照。詳細は公式サイト、店舗、チラシを参照。詳細は公式サイト、店舗、チラシを参照。ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV 流通会社年間2003年版、日本経済新聞社。 ピアニッシモ、116から117、ハット ABCDEFGHIJ、優化証券報告書第42期、エディネッツ2017年4月27日閲覧、専門店紹介、AS パーク2021年8月16日閲覧、ありがとうございます。